また FM ござれば。はい、ツイキャストと YouTube で映像と音声を発信しています。過去の放送をご覧になりたい方は、FM 小座の YouTube チャンネルより検索してみてくださいね。ってことで、今日は、ゲストさんが、いつものお二人が出演してくださいます。では、ご主人で、どうぞ。いつもの二人です。リラクセスボディセラピー協会の熊倉達之と、熊倉敏子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもの二人でおなじみの。はい、この、はい。今、東京でいらっしゃるんですよね。東京の。そう、東京にいます。うん、スタジオでしょ。ここどこか分かりますか？リラクセスのスタジオ。そう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 。そう、教会です。はい。教会の。教会の。本部でございます。はい。本部でございます。うん、はい、本部。新しく、去年でしたっけ、引っ越したのね。そう、去年の8月ですね。ね、片面がガラス張りで、とても素敵だね。うん、いつか行きたいなと思ってます。うん、ね、来てください。うん、今日はそこでね、そこで生放送で帰って、ズームで出演してくださってますけども、今日は何かあったんですか、はい、そちらで。そう、これね、今、白衣着てるんですけど、うん、別に今日、講座じゃないんですよ。うん、そう、講座じゃないんですけど、今日はビデオ撮影、動画撮影をしてまして、あれね、あれ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 、そうで、今日は本講座、うん、セラピスト養成講座あるじゃないですか、うん、です、それのセラピスト養成講座の、動画を、復習動画を作成してたんですよ。なるほどね。うん、結構時間数、講座自体の時間数も長いので、うん、そう、動画を作るのでも、まあ、4日間分の、ね、動画を凝縮して作るので、結構何回かに分けて、まあ、これまでも撮ってたんですけど、まだこう取り切れてないものがあったりする、うん、したり、あとはバージョンアップしてるものもあるので、うん、ちょっと新しくして、でまた学んでくださった方が復習しやすくなってもらえたらなということで、はい、そのための今日撮影をしておりまして。そうなんですか。そう、なんか本当だったらこう、なんかこんな感じなんですよって教室ね、教室こんな感じですよってお見せしたいところなんですけど、うん、結構照明やらビデオやら機材だらけで、うわあ、本格的。ちょっとこういろいろ置いてあるので、うん、ちょっと見られないなお見せられないなって、でベランダ側にちょっと向けており、うんうん、はい、だからか、なるほど、そうなんです、そう、どうでしたか。じゃあビデオさす、収録じゃない、収録して編集してですもんね、いるんですよね。はい、またちょっとお楽しみにしててください。そうですね、楽しみにしてますでもそうやってね、うん、ごめん、いいよいいよ、あ、じゃあ、そうや、半袖ですけど、半袖ですね。え、沖縄まだ暑いんですか？暑いですよ、今日またね、日差しを浴びると暑いんだけど、日陰に入ればね涼しいんですけど、ね、朝晩は涼しくなりました、やっと。うーん、涼しいのね。そう、寒い、寒いですよ。沖縄は暖房、あ、じゃなくて冷房入れなくてちょうど良くなってきたねって感じ。ああ、そうなんだ。冷房使えなくてもいいねって感じ。ね、違いますね。ね、同じ日本なのにね。ね、ちょうど9月にそっちに行ってたから本当に、ね、あっという間だなと思って。うん、半袖が懐かしいです。そうですね、うん、海にも入ったんでしょ、9月の時。そうそうそう、そうそうそう、海にも入ったし、うん、ちょっとね、波は荒かったけどね、うん、でもやっぱり沖縄の海は心地よかった、うん、ですよねって言いながら入ってませんけど見るだけですけどね、ね、でさ、お肌が消えるからね日焼けはちょっとねまあそんな感じで沖縄で合宿もやってきたんだけど、うん、で今回も
吉江さん参加してもらって、まあ、リラクセンスでは毎年ね1回、合宿っていうのをやってて、まあ、講座とはちょっと違って、まあ、基本的には2泊3日、うんうん、まあ、借り切って、そして、まあ、本当に少人数の中で、まあ、ずっとリラクセンスをやりながら、まあ、もちろんリラクセンス以外にもねいろんな楽しみもあるんだけれども、まあ、そんな感じでね講座とはちょっと違った感じでやってるんですけど、まあ、ゆるさんどうですかね、講座と違うのはどんなあたりですか。いやむしろ吉江さんどんな違いがありますか。やっぱりね違いますよ。あ、その違いね、違う、やっぱり、うん、講座だとやっぱり決められた時間だし、人数も、うん、ん多くて8人でしたっけ、まあ、それが組んで4組でやるんでしょうけど、やっぱ決められた時間で、そしてだからやっぱり、聞きたいんだけどとか聞くまでにいかないと終わってしまうパターンもあるのかなと思います。それをこう、合宿では夜中までも使っちゃってもいいぐらいの話なので、じゃあここはどうですか、ここちょっとこうなんですけどってこう奥深くまで本当自分、まあ、みんなが分かるような共有できるものじゃなくって自分の課題をちゃんと、改善じゃない、改善知ることができる、あ、解決できることすることができる感じですね。だから合宿の方がより一層深く、理解できるし、お二人のアドバイスはいっぱいもらえるのですごくお得感があります。嬉しいです。本当にね、あの講座って基本的にはテーマが決まっているので、うん、そのテーマに沿ってそのカリキュラムが決められていて、うん、で、まあ、もちろんリラクセンスなのでお一人お一人に合った形でお話しているんだけど、うん、でもやっぱり時間の中で人数のいる中でやるっていうとやっぱり限られた形になっちゃうよね、うん、だから今吉江さん言っていただいたように、お一人一人によりあったようなものとか、それぞれの疑問とか課題とか、うん、そういうものをなんかやっぱりしっかりとお伝えできるのが合宿かなっていうのは ね、うん、大きなことがあるかなと思いますよね。それプラス、うん、やっぱりあのご飯、みんなで食べるご飯もね、うん、またね、いろんな話題が出てきてね、それもすごい楽しいです、ね、そうですよね。そうやっぱりこうやって、うん、こう単に講座を学んで内容を知るとか技術を高めるだけじゃなくて、こう人と交わっていく、そう関わりながらそこでこう気づけるものがあったりとか、ね、新たな発見が、技術だけ学ぼうと思ってたんでは気づけない大事なことに気づけたりとか、特にねセッションって人と人との関わり合いなので、そうだからやっぱり絶対的にこの人と人が触れ合う時間っていうのをどれだけ大事にできるか、本当にそこが大事なのかなって思うんですよね。で特に今回って、まあ毎回そうだけど特に今回知らない人結構多かったでしょ。そうです、沖縄から私と2人だけで、あとは本当初めての方、あ、ね、一人だけは知ってますけど、私のラジオに来ていただいたけど、うんうんうん、はいはいはい、直接会うのはね、うん、そうですね、会うのは初めての方ばかりでした、うん、その1年前去年か、うん、なんかは結構知ってる人同士で、まあ、逆に知ってる人同士だけども普段接してるのと一緒に共にするのとまた違って、うん、よりご縁が深まったり仲が深まったりしていくっていう良さはね あったと思うし、で今年に関しては本当にこう全く知らない人同士のそのどう距離感をね、こうないところから関係性を作っていきながら、で最後はなんかすごい仲良くなってっていうところまでね、そうっていうのはすごい面白いですよね。ですね。そしてそれプラス相手のいろんなことを知るけど、うん、自分もなんか引き出してもらえるというか、引き出あのなんかまたちょっと出るみたいな、なんていうのかな。出る出る。
でその相手が変わるとまた出るものも違うでしょ、うん、また違うし、ねうん、とかでまたそうやって知らない自分を発見できたりとか、うん、っていうのも面白いですね。そうそうそう、あこんな自分がいるんだっていうのね。ねえ面白かったです、うん、また来年もね楽しみしてますから牛、ね、さんはね、今回4回目、うん、そう4回目ですね。4回目だよね、はい、でやっぱね1回来る方もいれば、そうやって吉江さん、うん、今回ね、ナオブがね、ちょっとね、来れなかった、ナオブも結構ね、5回ぐらい、4、5回来るんだけども、連続で。まあ、連続でやっぱ来る、まあ、理由ったらおかしいけど、なんでもう一回来ようかな、みたいな。まあ、一番は、うん、参加しての、なんとかの、まあ、なんとか、参加した方、合宿のさっきも言ったように合宿の方がより一層もっと深く自分の技術を深められるっていうのと、もちろん楽しいお二人にも会えるし、いろんなリラックセンスの仲間にも会えるし、それがもっと密にこう話したりとか技術にしても深められるっていうのが魅力なのかな。なんかまたあと普段と違う環境の中でできるじゃないですか。はい、うん、そうですね。お二人ともとてもいいコテージを見つけてくれたりとか、海の近くだったりとか、そういう環境、違うちょっと違う場所っていうのもいいだろうし、だから何があってやっぱから合宿が楽しいからって感じですかね。でもあそこ一番だよね。なんかもちろん4回ですけど、最初から比べたら。本当に自分も、まあ、4回だから4年5年かけているじゃないですか。そういう中でこの間も沖縄の練習会をしたんですけども、本当に、本当にこう、自分が通ってきた道を本当に去年とか今年とか受けた人たちが同じように、そこ私もつまずいたとか、そこ分かんないよねっていうのを、それを隔てて今来てるので、なんていうのかな、こうそれがすごくわかる。その、うん、今こういうなんかよくわかんないとかって、こう自分が本当合ってるのかどうかもわからない、あるある、それ私も通ってきたよっていう感じで、でもやっぱりこうやって長年やってきたことが自分の中にちゃんとにじんできてるんだなっていうのが、練習会をすることによって自分のなんとかな、ちょっとリアクセンスの少しずつ染み込んできてるんだなっていうのが、また改めて感じるような気がします。うん、嬉しいです。ね、嬉しいですね。言ってること分かります？もちろんです。うん、私もこうなんていうか、リラクセンスで言えば主催者側だし、うん、まあ、これってね、このセラピストとかインストラクターやっていく中でいろいろこう講座出たりとか、そういう合宿セミナーとかも出てきたんだけど、それがなぜ自分の中で良かったかなと思うと、講座とかセミナーとかっていうのはやっぱりさっきも言った通りテーマが決まってて、こう技術とかそういったところが中心になっていくっていうところなんだよね。で、リラクセンスもちろんこう目に見えない概念を大切にしてるから、そこをお伝えしてるんだけれども、やっぱりそこの伝わり方が合宿ってやっぱ全然違う、集中して、そしてその何だからやってる方たちと一緒に共になることによって、共に本当に過ごすことによって、言葉では伝わらない、技術では伝わらない、その本質みたいのが合宿とかっていうのは伝わりやすいんだよね。だからすごく合宿に来てポンとなんか抜けた方とか、吉江さんも多分そういうのあると思うんだけど、なんかこうモヤモヤしてたものがポンって抜けちゃう、そんなような感覚の人が結構いるかなと思うのね。吉江さん、そんなの感じある？なんかっていうか、ポンっていうのはお二人が講座に沖縄に来て、
ピコさんハグしてっていういつものあれね。そういつものあれ、本当に2人が講座に沖縄に行って、そこに向かっていく自分で、その間に車の中でいろいろ考えた時にポンってなって、うん、そして、会場に着いた時にもうお二人にハグするみたいなああいうのはね何度かありますけど、はい、うん、そこがすごく大切なところでね、うん、頭では分かっているし理解もしているんだけれども、でもそれがなんか変な話、三次元的にポンとこう本当の意味で腑に落とす、うん、そうするとすごいなんか、ああ分かったっていう瞬間、それがねすごく楽しいのもあったりとかするよね。ねえ、うん、そう、そういったものがやっぱり沖縄、まあ、沖縄じゃなくてすごく吉さんは感じてもらってるけども、うん、合宿で一番起きやすいっていうのが一番大きいかな、うん、そうね、うん、だって今回もあのなんていうの、あのほら涙を流された方とかね、本当にね、本当にハグってねありましたからね。そう、そうなんだよね。本当になんかこう感じいるところがあるというかね。そしてね、こう感じ自然と解放されていくものもあるし、うんうん、本当に必要なことが起こってきますよね。うん、そうですね。だから、え、こんなに言っちゃったらさ、来年の合宿もう本当にもう速攻入ってしないと入れなくなっちゃう困る。今回もねすごい早かったですね。そう、見つけたらすぐポンって押さないと本当本当本当、ね、あ、じゃあここやっぱりコマーシャル行ってみますね。あと後半もまたよろしくお願いします。ゆるるさん、りこさん、後半もよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ後半は何喋る？吉江さん の, あのイベント、うん、で2回終わって、はい、これからまた続いていくと思うんだけど、うん、リラクションの、ね、仲間とかも出てもらったりとか、うん、吉江さん自身も、ね、出てもらってるし、うんうん、そのあたりのことなんか直接聞きたいなみたいな、うん、吉井さんの、なんかノリで始まってしまったんだけど、はい、意外とまとめるって大変だね。そう、うん、大変ですよ、まあ、でも本当皆さん出展者さんたちがいい人たちなので、その協力してもらったりとか、あの楽しい部分もいっぱいあるんですけど、やっぱりそうやってやってないことをやることで、その今まで主催してもらったいろいろ、私もイベント出ましたけど散々ね、そういう方たちの苦労がちょっとだけ私なりに分かるようになったりとか、だからそこからはまだ他のイベント出てないんですけど、でもまたそういうふうにね、こう自分の立ち位置だったりとか何かこうまた変わるのかなと思います。うん、ね、見え方とか全然変わりますよね。変わりますね。これ違う視点に立ってみるとね、うん、すごい大事なことかなって、うんうん、やってみてね、うん、本当に良かったし、あの多くの出展者さんたちに最初はね出てほしいなと思ったけど、最初は最初でコロナと台風に、うん、遭遇し、あの人数が少なく半分になって、でもそれはそれでね、こうもっとみんなの、団結力とか、なんか皆さんの、うん、なんかそれがすごく良かったし、多ければいいわけじゃないし、うん、でも本当に気持ちのいい人たちでやっていきたいなって感じですね、うん、せっかくのイベントなので、ですよね、うん、本当にこうやっぱり出てる人もみんなこう楽しく、うん、そしたらまたそれがこう来てくれる人にも伝わるし、うん、ね、いい循環を生んでいくと思うので、うん、今のそのダンスはすごい大事かなと。もともと私アバウトじゃないですか。はい。すごいアバウトでいいんじゃないとかなるけど、はい、そうじゃできない部分はちゃんとしなくちゃいけないなと思うので、まあそれとこれとは使い分けて、うん、あのきちきちでもなくゆるゆるでもなく塩梅よくね、こう締めるとか締めるって感じで、ゆるゆるとか緩めで行っていきたいと思います。大丈夫。そう。
両方締めるも緩むも両方、うん、そうそう自由に生きていけるそう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 でもそのためにもやっぱねまず私が楽しんでいかないと楽しまないと、うんうんねうん、そこ一つの基準ですよね。うんうんうん、でも本当にね講座や何やらねあの開催してくださって本当にありがとうございますその苦労は私も楽しんでる、ね、そうですよ ね、 ね循環があるから本当に、うんまたやろうっていう気にもなるし、ねうんうんうん、ただまた沖縄で広がってるんだなと思うとすごく嬉しいし、うんうんね、今回も、ね、練習会いっぱいの人が来てくれて、ねうん、そうだったし、うんうんね、本当皆さんも、ね、練習会してくれてありがとうって言ってくださって、うん、あと私自身も、うん、あの講座1回では絶対くじけてたと思うので本当に、うんね、練習会があることでもっと自分の技術を深められるし気づけて気づいてねもっと広がりを持ってできるようになればいいなと思ってで横のつながりがどんどんこうまた増していくと、うん、それも楽しいそうね、うん、なんかね楽しい循環がいっぱいできますよね、うんうん、そうですねおかげさまでありがとうございますいつもありがとうございます、うん、練習会もそんなに決まらなくてもねできるでしょう、うんうん、できる、うん、結構、うん、みんなね練習会なんかこう躊躇するんだけどあそう、うんうん、どうですか吉江さんとしてはまあ吉江さんの場があるからやりやすいってのも、うん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 、まあ、 本当に本当この間の練習会で、うん、吉江さんがこうやってやってくれてよかったって言うけど、うん、でも皆さんってみんな3人ぐらいいた中でいつか私いなくなるからねって言って私の代わりに誰かが出産すればいいんだよってだから1箇所じゃなくて2箇所に分けるとかすれば全然いいよって言って大丈夫よってうんいう話もしたんですけど一歩を踏むのがやっぱり人間って ね、 ねあれだけど1回やっちゃったらその楽しさでまたできるだろうし吉江さんが練習会やっててよかったなって一番思うこと、うんやっぱり、それはそういうふうに気づけないところを気づけたいとかすごい前よりも自分が気づく、うん、緩むってこういうことなんだねとか、うん、っていうのが分かるようになったってこの練習会ですごいつかめるようになったとかで私も長年こうやってるとどんどん周りの技術もね向上していくというか。すごく上手になっていくのが見れてすごい前より上手じゃんとか、うん、いいよとか言って、うん、でもちろん私自身もそうですよ私自身の技術も本当に向上していくっていうのは嬉しいし、うんうんうん、そこがねそしてあとはおしゃべりしたりなんかね自分の手元をねちょっと出してみたりなんか来たことで今日来てよかったって言ってもらえるのがねすごく嬉しい、うん、なんか超ミニミニ合宿みたいな感じだねそうねあねもう時間だってそうだ、ね、あ本当に、はい、じゃ あ本当だもうあと20秒ありがとうございました次回は秒次回はいいの笹倉あやちゃんですはい、もう終わっちゃったごめんねありがとうお疲れ様バイバイ皆さん